ザンバちゃんです。キキキ、ご視聴いただきありがとうございます。カバーオールニュースの時間です。今日お伝えする内容は、本日のデータ、カバーオール FC の年齢分布、営業マン通知速報、フランチャイズ面談契約速報、フレッシュ新入社員入社式です。まずは今週から始まります。本日のデータ、初回はカバーオール FC の年齢分布をデータでお見せします。それでは早速、せーの、ドン。毎週こんな感じでカバーオールにまつわるデータをお見せします。こんなデータを見せてほしいというのがあればコメント欄で教えてください。それでは先週の営業マン通知速報です。カバーオールの営業マンが営業電話をかけた数ダイヤル数、アポイントメントが取れた数アポ数、ご契約をいただいた金額獲得金額を速報でお伝えします。獲得金額は年間契約をいただいたお客様の1ヶ月あたりの契約金額となります。先週4月第2週の営業数値です。新規のお客様を獲得する営業マンがかけたダイヤル数は6789件、そのうちアポイントにつながった数は107件、新規のお客様で契約をいただいた社数は9件、新規で発注をいただいた獲得金額は244,708円でした。また既存のお客様を訪問し追加促進をする営業マンが行った面談数は92件、追加でいただいた清掃の獲得金額は482,033円でした。新規追加の獲得金額を合わせると726,741円、 FC オーナーの平均月間売上が約73万円なので、およそ1名分の加盟オーナーの売り上げを確保できたことになります。そして清掃契約のキャンセルは2件、31,750円でした。次にフランチャイズ面談契約の速報です。先週のフランチャイズ面談数は4件でした。また先週3名のフランチャイズオーナーにご契約いただきました。面談は随時各地区本部で行っております。お気軽にお問い合わせください。4月1日、大吉カバーオール大阪本社にてフレッシュな新入社員の入社式が行われました。今年の新卒社員は全社で10名、営業部門、技術部門、管理部門とすでにそれぞれ配属が決まっています。小田社長からの激励の言葉に真剣に耳を傾ける姿はまだまだフレッシュ。これからの生き生きした活躍に期待です。高槻営業所所属の営業の山上光平です。営業という仕事はお客様の悩み事を解決する、そんな仕事だと思ってますので、人の話を聞ける、そんな社会人になりたいなと思っています。名古屋地区本部スーパーバイザー所属になりました池部裕太と申します。みんなから信用されるような人間になりたいと思ってます。ご指導面接のほどよろしくお願いいたします。管理本部所属岡田蘭です。みんなをサポートできる人間になりたいです。南大阪地区本部営業の北村舞です。いつでも明るく素直に頑張れる人になりたいと思います。よろしくお願いします。大阪地区本部営業の小寺奈々です。誰よりも生き生きを届け信頼してもらえるような人間になります。南大阪地区本部スーパーバイザーの本田明人です。何事にも全力で取り組みます。よろしくお願いします。大阪地区本部営業の谷穂乃香です。笑顔で元気に頑張っていきます。京都地区本部営業職に配属になりました直井亮です。やるからにはトップ目指して頑張ります。よし。姫路地区本部営業の宮前啓太です。私は仕事を通じて人から尊敬されるような人になりたいです。名古屋地区本部営業配属されました広川健三と申します。何事にも全力で取り組みたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。みんな美女揃いですね。推しメンがいたらコメントで教えてください。またこのチャンネルにも登場してもらいましょう。今週のニュースは以上になります。来週のラインナップですが、
カバーオールニュース、フランチャイズフェアに行ってみたの後編も配信予定です。来吉カバーオールに限らず、フランチャイズに関するご質問も随時受け付けています。コメント欄で教えてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。